なんか結構 BL 好きなさあのホロメン結構いるからね、誰とかないよね正直ね、複数いすぎてわからんよな。マリーは別に BL そんな好きなわけじゃないと思うんだけど、あのマリーはエロい女だから、なんかもうあの BL っていうかあのファンザを見漁ってる女のイメージしかないんだけどねえ、なんかとりあえずエロ本をめっちゃ買ってる女のイメージがすごい個人的にね、でもね、私が思う、いや、こいつはガチで、BL 好きやなって思っている女は、私は坂本とか、スイちゃんも結構いけそうな感じするけどね。まあ、姉町が好きなら、まあまあまあ、いけるやろなっていう。私はそういえば、最近坂本に、定期的におすすめの BL 本を聞くようになった。背景坂本クロエ様、何かおすすめのものはありますかって聞くようになった。お、サイコアックス BL 本合体 BL 腐女子どういうこと、 BL 腐女子ってなんだBL の絆。でもな、結構ね、私が好きなそのなんか BL のさジャンルというかとかがね、割となんか坂本とはね趣味が合うからちょっと嬉しいんですよね。ちなみにさ、なんかスイちゃんとさ、サイコアックスとさ、腐女子本がさ合体することによってさ、 BL 腐女子が生まれるじゃんって話をね、まるでスイちゃんが腐女子みたいだよねって話をした本当だよってスイちゃん言ってた姉町のことなんだけど、まるでもうスイちゃんが腐女子だよねって素直になりなよ星餅、本当は腐女子なんだろなんかホラゲーをした時にお姉ちゃんのなんか BL 本をちょっとエッチなものとかを飾っておくとなんか魔除けになるみたいなね、除霊に使ってたから、なんかそれが BL 本の由来だと思うんだけど、どうしよう、姉町の BL 本紹介、あ、わかった、ちょ待って待って待って、そうだ、ちょ待って待って待って、それが大事、よいしょ、どこだ、お姉ちゃんの、いやだって今日家で一人なんだよ、うすいちゃん、よいしょ、薄めで、これも薄めで、あ、ちょっと、そう、ここら辺を開いて置いとこう、あ、こっちにしよう、こっちに開いて置いとこう、なんかすごい心強いかもしれん、やばい、こんなにエロ本が心強いこともうないよこんなにエロ本が心強いことある、本当にめちゃめちゃ心強い、ありがとう、今だけは家にエロ本があってよかったもう何も怖くない。そうだからね、部屋にねなんかこうセクシーなポスターとかを飾っておくと魔除けになるみたいですよ、ヌードみたいな、水着とかは多分ねそうでもないんだけど、やっぱなんか気まずい、幽霊でもやっぱちょっと気まずいみたいなのがあるみたいだよ。だからね、みんなもねなんかちょっとそういうのを置いてみるのはいかがでしょうかあ、金床、スイちゃん、お星町どっちにする、どっちにする星町スイちゃん、ちょっとどっちもスイちゃん、まあ BL 腐女子もんかな、素直になれよ星町